はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日はですね、7月の10日土曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場皆さんと見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、本当にもう全ての銘柄ではないにせよ、ほとんどの銘柄がですね、大きく上昇して、全セクターともプラスということで、非常にですね、まあみんながハッピーな一日で終わって、まあ1週間まあいい感じでですね、終えられて非常に良かったんではないかなと思ってます。まあただし動きとしてはですね、木曜日の動きをまあ全戻しして、まあそこから上に行けた銘柄があるかどうかっていうようなまあ状況なので、まあ全て帳消しにこの1週間だったっていうような感じなのかなとは思ってます。ただし引き続きですね、堅調にマーケットとしては今後推移していくのではないかなと個人的には思っていて、で、その理由なんですけれども、ここ最近大きく特にですね、米国の金利がですね、大きく下がっていて、で、それに引きずられるようにして、まあ、リスクオフのような形で株式市場大きく下がっていたと思うんですが、まあ、やはりですね、ここ最近懸念されていたポイントいくつかあって、やっぱり中国のここ最近の、まあ、動向がですね、結構不穏な動きを見せてはいたんですが、まあ、彼らがですね、政策を、まあ、金融政策を少し緩めたというところも、まあ、あってですね、今後中国の方の景気っていうのも、まあ、順調に拡大していくよう方向性に、まあ、政府としては努力をしていくという形がやっぱ見えるのと、まあ、あとはですね、この金利の下落というのは、ちょっと行き過ぎた動きだったのかなと個人的には思っています。なので、まあ、この金利の下落に大きく引きずられるように、下げていた株式市場っていうのも、まあ、一旦ですね、ちょっと一服して、また上昇もしくはちょっとレンジぐらいな感じで推移をしていくんではないのかなと思っています。で、引き続き、まあ、当然なんですけれども、米国の経済の鈍化、成長の鈍化ですとか、またコロナの今後感染拡大というところが、まあ、どういうふうに抑えられるかどうかというところは引き続き注目ではあるものの、まあ、ここに関してはですね、今後、やっぱりもう少し時間が経ってみないとわからないというところは、まあ、正直あるというところと、あとはワクチンを接種していることで、重篤化だったりとか入院とか、まあ、そういったことが、まあ、かなり抑えられるという事実も、まあ、一方あるので、まあ、このあたりはですね、本当にやっぱりこの夏を越えていって、まあ、人が往来する、まあ、そういったタイミングを、まあ、経てですね、どれぐらい感染拡大があって、でかつそれがどれぐらい経済にインパクトがあるのか、まあ、そこを見極めていかないとまだわからない。ただし、ファイザーですとかバイオンテックに関しては、まあ、今ですね、このデルタ株っていうところに対策をしている、まあまあ、3回打ちっていうのをやったりとか、今後はこういったところに対してのワクチンの開発っていうところももうすでに始めているというところもあって、まあ、かなり迅速な対応ができそうなんですよね。で、もちろんモデルナもこういったところに対応していくと思いますので、まあ、そこまで本当にその今まで恐怖に陥ったようなこの感染、世界的な感染拡大っていうところにはもう個人的には戻らないんじゃないかなと思いますし、まあ、そっちのリスクの方がかなり低いものじゃないかなと思っています。なので、基本的にはアメリカの経済回復っていうのシナリオは、まあ、変わらずで、かつ、このコロナの、まあ、再感染拡大っていうところも一定程度、まあ、織り込んでいて、まあ、これが本当に再度アメリカがロックダウンするとかっていうなると別だと思うんですけれども、まあ、できるだけそこに対しては、していかないという方向性でアメリカの政府は今回、立ち向かっていっていると思うので、まあ、基本的にはそっちのシナリオがメインというふうに見ていいんではないのかなと思っています。でですね、指数見ていきたいと思うんですが、昨晩はですね、ダウが 1.3% のプラス、S&P は 1.13% のプラス、ナスダックは 0.98% のプラス、ラッセル2000は 2.17% のプラスということで、まあ、ここ最近の大きな下落をまあ戻しているような状況となっています。で、ですね、セクター全部、まあ、緑になっていて大きく上昇していて、でかつ個別銘柄に関してもかなり強く、まあ、推移をしています。まあ、ちょっと唯一ネガティブに動いているっていうのは、まあ、Amazon ですね。まあ、Amazon とGAFAMがちょっと鈍いと。で、これはちょうどもご紹介するんですけれども、まあ、こういった巨大テックに対して、まあ、独占禁止法をですね、まあ、なんていうんですか、当てるような、まあ、法律っていうのが今後、まあ、バイデン大統領がサインをして、何かしらの対策っていうのが、こういったメガテックとかに行われていく、規制が行われていくっていうのが、まあ今一つ懸念としてあると。で、あとは、まあ一部のですね、製薬メーカーっていうところが大きく下落をしていたんですが、これは現在開発中の薬に対してネガティブな、まあインパクトがあったりとか、あとはさっき言った、ね、バイデン大統領が、まあ、署名をしたものの中にはですね、まあ処方箋のまあ、値段の削減とかですね、そういった医療の制度を、まあ、改善していって、よりですね、貧富の差をなくしていくような方向性の話が入っているので、まあ、このあたり若干ネガティブな、まあ、動きっていうのも、
まあ、一部見られたんではないのかなと思っています。ただし、まあ、全面的に、まあ、考えてみると、大きく上昇していて、まあ、特に大きく影響を受けていたのはここ最近大きく下落をしていた、金融とかですね、そういった銘柄なんじゃないかなと思っています。まあ、基本トレンド変わらずで、まあ、僕はいいと思っていて、以前もちょっとお伝えをしたんですが、この大きな下落のタイミングで、まあ、ガーファムへの投資を、まあ、少し、強めに入れたっていうのがあります。まあ、こういった独占禁止法とかですね、そういったところのニュースはありながらも、まあそんなに競争力っていうのは変わらないと個人的には思ってます。まあちょっとニュース見ていきながら解説をしていきたいんですけれども、まず一つ目の見ていきたいニュースが、今申し上げたバイデン大統領がですね、悪質な独占行為をやめさせるっていうような、まあ、名目のもと、ハイテクですとか、まああとは農業、医薬品、労働とかですね、そういった業界に対して反競争的行為を取り締まるような、まあ、法案ですね、サインをしたということが発表されていて、でこれ特にやっぱりこのメガテック、ガーファムが結構買収をですね、いろいろ大きく仕掛けていって、今後競争するかもしれないところを、まあ、買い漁るみたいな、まあ、そういったニュースがずっとにぎわしてたと思うんですけれども、じゃあこれで何が起こるかというと、もっと早い段階で、まあ、ガーファムがもうありとあらゆるところに投資をするというところに、まあ、なると思うんですよね。であればもう何が変わるのかと、もうこれはもう何も変わらないし、これが競争を促すことになるかというと、まあそうじゃないでしょうということを考えてみると、余計そのガーファムと同じような資金力を持っているところではないとか、まあ、あとはよっぽどコネクションを持ってないとなかなかこういった同じような戦略って取れないと思うんですよね。そうすると、まあよりその競争が激しくなるよりも、まあ、もっと難しい戦いの方向性になってくる可能性もやっぱりあって、特にやっぱりベンチャーキャピタルとかプライベートエクイティに関しては高く売りたいわけなんですよね。そうすると、じゃあガーファムにまず売ろうとか、まあ、あとやっぱりベンチャーキャピタルですとかそういうとこだと、まあ、ガーファムが資金を最初の方に入れてくれるのであればかなり約束されたプロジェクトだよねっていうふうに言って、まあ、資金が集まりやすくなったりするわけなので、まあ、基本的には個人的には僕はあんまり変わらないかなと思っています。はい。まあ、分割とか将来的に何かしらいろいろ議論されると思いますけれども、別にバイデン大統領もしくはアメリカとしては、ガーファムの競争力を世界的なレベルで落としたいというわけではなくて、やっぱりそれをやって中国に大きく負けるっていうことは、本当にアメリカにとって大きな損失なので、まあ、そこまではしないと。なので、どこまで本当のこの規制が効いてくるかっていうのは結構疑問かなと個人的には思っています。はい。あとはですね、フランスの方でワクチンの接種が義務化するということを、まあ、今後今推奨しているようなんですけれども、まあ、実際にどうなっていくか分かりませんが、まあ、やはりですね、フランスの方も非常に感染拡大っていうのが再度懸念をされていて、ヨーロッパ全土でですね、こういった特にバカンスシーズンに関しては懸念が強く出てくることで、まあ、今7月の頭ぐらいからですね、非常にまあ加速しているんですけれども、まあ、この辺はやっぱり抑えていくにはもうワクチン以外のまあ、手はないということを、まあ、気づいたというか、実際にもうどうしていいか分かんないと思うんですよね。ワクチンの接種を進めているにもかかわらず、他の国でもですね、どんどん感染拡大というのはしているので、まあ、これ以外やっぱりできない中で、じゃあできることからやっていこうというのが今世界中で起きていることなんじゃないかなと思っています。で、オランダに関してもですね、コロナの抑制策っていうのを再度導入をして、今行くということが発表されていました。まあ、これいわゆる行動制限とか、まあそういったことをしっかりやっていきましょうということだったりとか、あとはバーとかレストランの営業の、まあ時間短縮とか限定営業っていうのをしていきましょうということが発表されていました。で、これアメリカと同じで、やっぱり若者が中心にですね、デルタ株に感染していて、その理由はワクチン接種をしていないということが、まあその理由があって、まあ因果関係はどこまで本当にあるかっていうのは、まあ未知数ではあるものの、まあほぼほぼそうでしょうというのがおそらくコンセンサスだと思うんですけれども、そういった形で今世界的に感染拡大が若者の中で進んでいるというのが現状です。で、ヨーロッパの方の、医薬庁というのがありまして、でそこではですね、このファイザー・バイオンテックのワクチンと心筋炎というのの因果関係というのが確認をされました。でやっぱりこういったニュースがあると、さらにですね、ヨーロッパの方では若者のワクチン接種というのが、まあ、進まない状況ができてくると思いますし、これアメリカでも同様ですよね。なのでそうなってくると、やっぱり感染拡大を抑えるのは、まあ、非常に難しくなってくるっていうのが、まあ、状況として、ね、あると思いますし、まあ、じゃあ次の一手何があるかっていうと、
ないというのが本当に現状だと思います。であれば、じゃあ行動制限し続けるのかっていうと、まあ、なかなかやっぱそうもいかないと思いますし、そうなると、まあ、今日本でも話題になってますけれども、やっぱり飲食店とか、まあ、あと本当にそこに来てもらわないとビジネスができない人たちは、もうお手上げっていうように、特に資金力がないところはそうなってくる可能性があるので、まあ、経済の拡大っていうところに、まあ、大きなブレーキがかかるんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね、世界中で今、気にされているそのワクチンの接種とか、あとは感染症に対しての対策なんですけれども、まあ、合計でですね、750億ドルが今後必要になってくるんじゃないかっていうふうに、まあ、G20 の会合で、まあ、提言されたということがニュースとしてなっていました。で、ものすごいこれ金額ではあるものの、まあ、やっぱり今回のコロナで、我々も感じてますけれども、まあ、経済に対してのインパクトはものすごく大きなものがあるということで、まあ、この750億ドルもまあ安いんじゃないかっていうふうに、まあ、言ってます。まあ、もちろんそうだと思うんですけれども、じゃあこれをどこにどう振り分けていくかっていうのが我々としてはやっぱ気になるところで、で、この中の大きなものの一つにやっぱりワクチンっていうのが入ってるんですよね。なのでやっぱり今後も継続して、ファイザーですとかバイオンテック、モデルナ、このあたりに対しての、まあ、投資は継続して僕もやっていこうかなと思いますし、まあ、このシナリオだけでも相当なキャッシュフローが入ってくると思うので、まあ、さらに、そこの先にあるいろんな、まあ、疾患に対しての医療、医薬品の開発っていうのに、力を注いでいけるとは思うので、まあ、特にやっぱこのあたりの銘柄に関しては注目が、継続していくんじゃないかなと思っています。はい。あとはですね、香港の方で、まあ、非常に規制が、まあ、特にメディアの規制っていうのが進んでいますよね。で、それに対して、ですね、メディア自由連合っていうのがあるんですけれども、まあ、これジャーナリスト、各国の非常に先進国のジャーナリストとかも入っていて、まあ、世界的に、まあ、一応なんかその力があるというか、まあ、発信力があるところではあるんですけれども、現在、まあ、香港で行われているメディア規制に対して、まあ、提言をしていると、意見を言っているというのが現状としてあるようです。で、やっぱりこういったところが、どん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 いろんな声を上げることで、まあ、実態としてこういったことが今香港で行われているんですよみたいなことがですね、リークしてきて、また中国が難しい立場に置かれるっていうのが、まあ、目に見えてはいるんですけれども、まあ、中国今いろいろと経済も、ね、不安定ですし、まあ、金融に関連してもですね、今後どういうふうにしていこうかっていう舵取りが難しい状況にはあるので、この関連というか、その中国のやっぱり政治経済関連っていうのは引き続き目が離せないような状況かなと思ってます。はい。おそらく週末もですね、まだまだ金曜日の同じような展開というか、まあ、ちょっとリバウンドが継続するんではないのかなと、個人的には、思ってます。全面高っていうような状況というよりも、やっぱり株式市場に引き続き資金が入り続けるというのが継続すると思ってますし、金曜日に関しては S&P とナスダックはですね、共にクロージング価格ベースで歴史的高値、オールタイムハイを更新したということもあって、まあそう簡単には勢いは止まらないだろうなというのは、あります。はい。なので、まあ僕も今キャッシュ 10% ぐらいですかね、あるんですけれども、まだそれは使わないでは置こうとは思ってはいるんですけれども、まあ引き続き、まあおそらくそんな大きな調整もなく継続して、まあ上昇していくんではないのかなという、まあ展開が予想されますかね。はい。皆様どう思いますでしょうか。はい。ということで、週末はですね、非常に天気も良くて、もう蒸し暑くて本当大変ですね。うちも、もう一個サーキュレーター買ったんですけれども、もうサーキュレーターをずっと、まあ浴び続けてはないんですが、もうずっとつけ続けていて、熱気が部屋に溜まるような感じになってしまっているので、皆さんもですね、脱水症状とかに気をつけて、お水を飲んで一日過ごしていただければなと思っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。